大会ギリ友達に謝罪とかして言いたいなって言ったのだけで、皆さんニュース見ましたよね。こちらです。ドーン。乗っていた人物が何かを叫んでいるように見えます。次の瞬間、黒い車が突然バックし、白い車に車体をぶつけたのです。この後2台の車は赤信号を無視して発進。これね、実際 MI じゃないんですよ。じゃあスープラの後ろがちょっと違うんですよ。これ MI 呼び出して話して MI のせいにして自首させます。お前下がんなよ。下がれ、ついてこいよ。ついていきます。もうチャンネルガードはね、20日間留置所の動画上がると思うんですけどとりあえずそこまで持っていきたいと思いますということで、こちらの動画見ていただければ不幸中幸い、決まりないぞということで手いっていきましょう。レッツ893。ヤマはサンドからのレベゼンフォートゥーンオークラも発信ボン、僕らアーラでガーマンポー。どうも MI です。ナシードッグ新作発売ポッポー。フロントね、こちらね、ワンポイントじゃなくて胸全体です。このシンプルの赤の文字、こちらもフロントでね、めちゃめちゃ可愛いんですけど、今回は後ろにもこだわっております。皆さんデザイン気になるでしょう。こちらです。ドン、見てください。こちらめっちゃ可愛いっす。こちらね、今回僕の好きなものを全部集めました。今回初登場となるグリーンモンスター、こちらです。見てください、めっちゃ可愛いでしょ。めっちゃ可愛いですね。ジャンキードッグパーカーとなっております。はい、全4色でね、今回もね販売させてもらいます。こちらね、多分もうね、過去一に売れることも間違いないぐらいデザインにこだわってて可愛い商品となっております。もうね、こちらも皆さんすぐ売り切れになると思うんでね、もうないナスティドッグもう毎回皆様のおかげですぐね、もう完売させておられると思っております。もうそのおかげでね、僕も生活できる所存でござる。詳しい内容はね、コメント欄概要欄にリンク貼ってるので、そちらから飛んでいただければ不幸中の幸いキャンブリないです。ユウもこれ聞いてジャンキーになっちゃいな。ちょっと待って、何がやねん。何がやねん。ちょっと待てよ。行けよ、ちょっと僕足痛いね。ちょ、お前、え、ちょ、いや、え、いや、見た見た。何がいきなり読んで、マジこれどうする。事務所がめっちゃ連絡来てるけど今返してないけど、ちょ、な、な、なんなんじゃ。え、ちょ、なんなん、ほんまに分かれへんやけど。え、俺なんかした。見たよ。見た。ちょ、見たって何を見た。もうその感じくんじゃなくて自分から言えよ。お前やったこと分かってない。それはやばい。お前まずメンバーとして俺らにまずお前素直に言えよ。心当たりあるでやろ。それなかったらお前どんな日常送ってんの。いや、ほんまにほんまにほんまにごめんごめんごめん。今もう結構自分で悪いことを今確認してきた。悪いことを全部振り返ってきた。言えって。一回煽った車バーって逃げていってもうええやと思って掘ってたら、その車先っぽの方であの事故ってたやつ先っぽのやつ。何先っぽってどこ。え、どういうこと。お前煽ったん。煽ってきて俺が逃げるために逃げて、あのサービスエリア入ったらそいつ出口からバックしてきて入ってきて。え、ほんまにほんまにほんまに。ほんで俺ほんまにこれマジでそいつ バックで入ってきて、それでもまだ俺のとこについてきて、ほんで俺帰ってきたと同時に俺が次出て、ほんでもうそっからカッカーレース始まって、うん、ゲッチョの方で事故ってたの。近いけどな、だいぶ自分で思い出せて。普通に単独犯な。お前単独なんて単体犯もうあるもん。もう認めへんのはこいつ罪。罪ってないのお前。いや、スコップ持ってきて。なんでやねん、怖いなお前。なあ、スコップなんやろ。ほんと微動だにせえへんや。ないやろそういう。もう微動だとかは言ってるやん。反省してないですね。うん、もう今ゴクって聞こえたよ。もう妻の焦ってんやん。それね、ほんまに分かれへんねん。ほんまに分かれへんねん。聞こえてる。なんか言えよ、俺ゴクってなったよ。言えよってお前マジで年でお前その言えよとか。それいつか当たんで。宝くじか俺の左手パチンカスの一言やん。それいつか当たるで当たり前やよう出たな。いつか当たんでで、それいつか当たるでよう出たわな。おい、ちょちょちょ、何に対して切るね、これ分かる。じゃあもうヤムラの見せろって、携帯出せ。危ない、どれ足上がってきたね。えスープラよ。え、スープラかわいそう。え、嘘やろ。嘘やろとか声入ってるわ、お前の。え、俺の声
いや、お、超えたくらいも。いや、もう。超えた撮ってる顔だな。笑ってもってるよ。笑ってないもんね。泣いてるやん。泣いてるやん。言い訳、ちょっと見苦しくて。むぜたんちゃうよな。泣いたやんな。どっちどっち？いや、泣いてます。いいしないやろ。俺の車ちゃうってこれ。いや、お前車や。後ろちゃうやろ。うん、お前先っちょで事故だって車の先っちょやん。ぶつかってんの。もう全部言ってた。え、これほんまに言ってる？先っちょ、はい、ボン、ぶつかって、よくカーレース始まったって、お前もう全部言ってんやん。なあ、もう帰って。え、待って、びっくりしたよ、今。もう全部言ってんやん。お前、おい！よう車見た？後ろの。いや、もうその感じでいいわ。謝罪動画出そう。なんで今日中に。俺でもね、そう、車がちゃうから。どっちみちカーレースしてんやん、お前。この事件の前に。でも、それは別に流れ玉であって、ほんまのメインで流れ玉って。そうそうじゃねえよ。お前が言いたかったことって、これ俺ちゃうかお前、あなたっていう、今よ。お前、状況感じろよ。謝罪動画出せ。何の謝罪？いや、もう出せよ！じゃ、なんでそうじゃ、もう、お前、立つなよ、今。急にお前、何するかわからんな。何の謝罪動画や。ほんまに。俺ちゃうって分かるくないお前ら。はい、オッケーっす。もういつでもいい。オッケーっすって何のオッケー？帽子脱げ。何の？これ？何のとかやばない、普通に。帽子って言ってんのに。ヘアゴムない。いや、ゴムとか普通にないよ。バリカン上がっていいで。無理やろ。え、ちょっと待って。笑ったら？笑ってもでいいやん。え、なんで？え、おもろってなった？いや、悲しいです、マジで。悲しい。いつまで砕けてんかな。悲しい時の音な、今の。ふんぐりゅるるるるって言ってたよ。服ない今。服ないわよ。全然ない。これで。こっち処理すらモザイク。いや、じゃあ裸になる必要ないやろ。あるやん。男性のいいな、じゃあお前、パーカーはやばいやん。スーツあるんやったらいいよ。それでもないんやったらもう今裸しかないわ。で、お前、バリカンなんか髪の毛も引きちぎれよ。なんでそんなこと関係ない謝罪のために坊主とバリカンで裸で肌ちぎらなかったお前。何しようとしてん何が面白いねん。ねんでしたね。もたろ。もたろ。そうやね。もう俺シーンするか。言っていけ。一語一句。はい、どうも、MIです。どうも、MI。お前、どうも、MI。どうも、MIです。僕は犯罪者。マジやん。大丈夫なんだよ、これ。ええやんけ、おい大笑いしてるよ。いや、マジでこれよ。マイマイク、もうちゃんとやりましょう。どうも、MI です。僕は犯罪者です。ん、大丈夫？ちょ、やれって。どうも、犯罪者ですって、やれ。どうも、犯罪者です。僕は、スープラで信号無視をし、カーチェイスをしてしまいました。もし、歩道に人が歩いていたら、聞いてたかもしれないのに、僕の健存な考えで、不快な気持ちにさせてしまい、すいませんでした。はい。道路に人がいたら引いちゃうのに。お前さ、引いちまうってなんだ。なあ、おいおい、俺の言うとおりせえな、お前、世間は、お前、民衆は沈まない。どうも、僕は犯罪者です。多大なご迷惑をおかけした皆様、本当に申し訳ございませんでした。僕は、今から交番に行き自首します。今から交番に行って自首したいと思います。チャンネルガードマンの皆様は全く関係ありません。チャンネルガードマンの皆様は全く関係ありません。この事故をする前に僕はもうジムから抜けてました。事務所も辞めてました。言え。この事件が起きるまでか、事務所とメンバーを。それやばい。言い方やばい。この事件が起きるまでか。普通やばい。普通に巻き込む。どういうこと、どういうこと、どこが間違ってた。誰か乗ってた一人、いや一人って言うても別にその。なんか守ろうとしてない。誰？お父さんか。はい。いや、吉川さんに。僕の隣には、お父さんが乗っていましたが、一人と言ってしまったです。すみませんでした。本当にすみません。お父さん何つってんの？じゃあ、お父さん、おわん。言えよ。どんな感じかやれ。いや、まあ、それ言わんの、お父さんも巻き添えにすんぞ。もうどんな感じやったんだって、お父さん焦った時。逃げろって。言ったお父さん。じゃあ、同罪やん。もう。はい。で、その時で、昔な昔、その、俺想像で。昔とかもうええで。昔の話よ、これ。何国税から逃げろって言ったん。今から自首します。言え。今から自首したいと思います。で、最後、泣きながら言え。
ガードマン、俺にも感謝つ、言え。泣きながら、もうそれ泣き落としや。言え。過去にも、した時助けてくれたのが、ゲームマネしてくる。あ、もう涙出てない。しょ、ボディソープ持ってこい。無理やろ。無理やろ。違う意味の、違う意味の涙出てくる。何を言うねん。ボディソープをか。まあ、いや、何入れたん相手の目に。何もしないね、俺は。その罪も感じないね。何もしてなくてすみませんでした、ね、謝れ。私、MY は、何も犯罪をしてなくてすみませんでした。頭いいの。ええよ。何の動画だ、これ。カメラ止めて、データ消去して。ブラックです。可愛いですよね、黒。やっぱヒップホップ、アンダーグラウンドって感じなんで、バンコク共通です、この色は。ただね、今回4色展開なんで、他の色もあります。こちらです。はぁ、どうですか、ファイト！金箔の白です。見てください、フロントのこのデザイン。これね、オレンジなんですけど、白が一番映えます。こっちか、もうこっちのカラフルなんも、もう白と映えて、一番デザインが強調されて、めっちゃ可愛くなってます。他の色はこんな色あります。はぁ、こちらです！見てください、大人びたレッド、ワインレッドです。こちらね、ナスティドッグの大人気カラーなんですよ。もう毎回すぐ売り切れちゃうカラーなんで、皆さんもうぜひお急ぎください。他にこの色もあります。こちらです。はぁ、ベージュ色です。こちらね、前回ね一番人気あったカラーなんですけど、もうね今回もすぐ売り切れること間違いないです。もうすぐ売り切れちゃうんで、皆さんぜひお急ぎください。やっぱみんなこの色好きなんでしょうね。やっぱ大人気からこのカラーやっぱ多かったんで、僕今回も追加させてもらいました。このね、全4色で販売となっております。毎回ね、メルカリとか転売とかされちゃうんで、皆さんね、もうぜひ早めにゲットしてください。詳しい内容はね、コメント欄、概要欄にリンク貼ってますので、そちらから飛んでください。ユウもこれ着てジャンキーにアンダーグラウンド生活し、チャイナ